グラムを木の幹に突き刺すオーディン。ヨハネス・ゲイツが剣を見分するシグルズ。同グラムは北欧神話に登場する剣の一つ。その名はコノルド語で怒りを意味する。フルエッタではファフニールを殺すためにレギンからシグルズに与えられるが、ボルスンガサガでは出自が異なり、オーディンからシグムンドへ与えられ、後に息子のシグルズに受け継がれたものとされる。 石や鉄もた安く切り裂いたと言われている。鍛え直された後の長さは7スパンあった。ニーベルンゲンの歌のバルムンク、ニーベルングの指輪のノートゥングのモデルとされる。ボルスンガ・サガによると、オーシゲイルとシグムンドの双子の妹シグニュートの結婚の共演に、オーディンがこの剣を携えて現れ、リンゴの巨木にこれを突き立て引き抜くことができたものに与えると言った。 居合わせたものは順に試したが必ず、シグムンドがこれを抜いて、自分のものとした。シグムンドは長らく戦勝をこの剣と共にしていたが、リュングビオーとの戦いの際、戦場に現れた、オーディンの槍の一撃で剣を折られた。与えられた剣が折れたことでン世での恩寵を失ったと悟ったシグムンドは、これ以上長らえることを望まず、剣の破片を保存し鍛え直すことを妻、 ヒョルディースに遺言したが、この時に、グラムと名付けられた。その後、シグムンドの息子シグルズは、タニアを制御とするようフレギンの下で育ち、レギンから財宝を守る竜、ファフニールの話をされた。シグルズは、竜を退治すると申し出て、そのための剣を鍛えるようレギンに頼んだ。二度の失敗の後、シグルズは母を訪ね、父の形見の折れた剣を受け取って、 レギンのもとへ持っていき、技を尽くして、剣を鍛えることを求めた。レギンは三度目にしてついに、グラムを作り出した。レギンは、竜退治に行くようにせかしたが、シグルズは約束は守ると誓った上で、先に、父の敵打ちに出征し、復讐を果たした。竜を倒したシグルズは、竜の心臓の血を舐め、鳥の言葉を理解するようになった。シグルズは、 デギンが自分を殺そうと企んでいると鳥たちが話しているのを聞き、逆に彼をグラムで殺した。シグルズは義兄たちに測られ暗殺されるときに自分を刺したグトホルムにグラムを投げつけ、彼を腰のところで両断したとされる。ありがとうございます。